放送席、放送席、工藤選手です。ホームでの1対1、この結果はいかがでしょうか。まあ、やっぱり勝ちたかったですし、まあね、次のアウェー難しい試合になると思いますけど、まあ、負けてないということを、ね、ポジティブに捉えたいですし、絶対に、ね、日本代表として、次の試合も、熱い戦いでしっかりと相手を倒したいと思います。ご自身では21分に素晴らしいゴールを決めました。いかがでしたか。まあ、入りは、ね、どっちつかずで五分五分の試合だったんですけど、まあ、そこから点入った後にチームとして、ね、もともと主導権握ればよかったんですけど、ちょっと相手のペースに合わせてしまった部分があったので、そこら辺はまあ反省したいと思いますし、まあ、次はもう本当に絶対に勝たなきゃいけないという状況なので、しっかりと、守備をしながら、ね、攻撃に行きたいと思います。次の試合に向けて修正しなくてはいけない点がもしありましたらお願いします。まあ、ボールを取った後に、細かいミスが非常に多かったですし、最後のフィニッシュの場面、そういう細かい場面も、突き詰めていかなきゃいけないと思うので、もともと攻撃に幅を持たせるためには、そういう細かいところを修正していかなきゃいけないと思います。ただ柏レイソル、このアジアチャンピオンズリーグまだ無敗です。次の試合に向けて意気込みをお願いします。まあ、負けてないということをしっかりとポジティブに捉えて、このまま、ね、次の試合も勝って、1試合1試合目の前の相手を倒していきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうも。